マニラ必見。ジムニーマイスターが教える新型ジムニーのツボ。インテリアデザイン編。ジムニー史上最高かつ最良のインテリア。歴代ジムニーの中で過去最高かつ最良となったのがインテリアだ。ジムニーに求められる本質は機能。安全面は別項に譲り、ここでは機能性と快適性にスポットを当てよう。2台目にまで装備されていた助手席のアシストグリップが復活。パネルやグリップ表面は待機続き性と汚れ除去性のあるシボにするなど、徹底して機能性を追求している。機能性で注目なのが、メーターパネル下から助手席のアシストグリップまで走る水平基調のライン。これは車両の傾きを直感的に把握しやすくするための水準線。また、その水平のラインはドアパネルにも続き、視覚的な広がりを見せる工夫もなされている。悪道を走る上で必要なトラクションコントロールやヒルディセンドコントロールなどのスイッチはセンターコンソールに集中させており、瞬時にこのスイッチもグローブをした状態でも操作しやすいような大きさとなっている。メーターパネルから助手席へと伸びる水平のラインは車両姿勢を把握する基準となるべくデザインされている。実際に室内に収まってみて感心したのがその広さ。スクエアなボディとなったことで頭上が広く快適だ。こういったパッケージはさすがスズキである。また、シートもサイドサポートが身体を保持しつつ、ステアリング操作などで大きく動く肩周りは動かしやすい形となっている。さらに、3代目の初期型で可能だったフロントシートを倒しての、ほぼフルフラットが、復活しているのも大きなポイント。山登りや釣りでの仮眠に活躍するだろう。さらに、大きく開くリアゲートや取り外し式のラゲージボックスなど、インテリアの装備も実用性を考え抜いて作り込まれている。3代目前期のみで可能だったフラット化が新型ジムニーで復活した。登山や釣りの仮眠や悪天候時のシェルターとしても使えるだろう。取材時にはまだ発表されていなかったのがアクセサリー。しかし、取材車両にこっそり乗っていたのがこのフロアマット。ジムニーのイメージロゴである際は、スズキの元デザイナーである難波修によるもの。数十年という時を経て、なお伝統を受け継ぐジムニーらしいアクセサリーだ。トランスミッションは 5MT と4アットラインナップ。ジムニーに関しては4速までは3代目と同等、5速のみを引き上げたという。ジムニーシエラもトランスミッションは 5MT と4アットラインナップ。排気量のアップもあり、
全体的にギア比を上げたとのこと。3台目の特別仕様車にて採用されたシートヒーターは左右連動型だったが、新型ジムニーでは左右独立型となった。サイドブレーキレバー横にスイッチを配置している。トラクションコントロールやヒルディセントコントロールなどのスイッチはインストルメントパネル中央部に配置。大きめのノブはグローブをしていても使いやすい。なお、仮眠導スイッチもここに集中して配置される。内装色は黒が基本となっている。金属色の加色は機能部品にのみ施されており、感覚的にジムニーを操作できるように配慮されている。各種スイッチ類はインストルメントパネルの中心部に集約して配置。一見して操作しやすいデザインとなっている。また、センターコンソール下には 12V のシガーソケットのほか、USB ソケットも装備されている。助手席裏にあるペダルは3台目から継承された。リアシートからこのペダルを押すことで助手席をスライドさせることができるのだ。センターコンソールはドリンクホルダーと小物入れがあるのみ。シンプルで使いやすいデザインとなっている。リアシートはリクライニング機能付き。3台目よりもシート位置を後ろにレイアウトしたことで前後乗員距離を 40mm 拡張している。速度計、回転計の間にはインフォメーションパネルを配置。様々な情報を瞬時に認識できるようにデザインされている。リアクォーターガラス下にはオプションでユーティリティナットなどのオプションをつけることで2室を使いやすくアレンジできる。スピーカーは4台目になりキックパネルから左右ドアへと移設された。静粛性も飛躍的に高まっているので音楽を聴きながらのドライブも楽しそうだ。ドアは一文字のアームレストや太いドアグリップで力強いデザインとなっている。収納は小物入れのポケットのみとシンプルだ。しまい板のデザインとなり、道具としての機能性を表現した2室。開口部は幅が 1030mm、高さも 850mm もあるので、荷物の積み下ろしも楽にできそうだ。リアシートを畳むことで2室床主長は 980mm を確保。シート背面とサイド部分がフラットとなるため、室内幅は驚きの 1300mm 幅を取ることが可能となる。リアシート後ろにはラゲージボックスを装備、ジムニー XG を除く、小物などを効率的に収納できる。ラゲージボックスは取り外しが可能となっており、その下はジャッキなどを収納するツールボックスとなっている。
リアシートにあったドリンクホルダーはなくなり、フラットに。アームレストになるほか、リアシートを畳むとフロア面となる。シートはサイドサポートをしっかりとしつつ、肩周りが動かしやすいデザイン。スクエアなエクステリアデザインのおかげで、車内高や幅も広く、ゆったりと乗ることが可能だ。